何やら面白い車が、車じゃないか、農機具、まあ、トラクターというね、トラクターとでも言うのかね、ヤンマーの、どっか名前なかったっけ、ヤンマーアグリカです。どっか名前あったんだよな。ディーゼルエンジンで AR160 っていう、すごいね、キャタピラだよ。かっこいいね、このね。まあ、ちょっと乗ってみましょう。これのかっこよさはね、ハンドルだよ。なんかね、何やらいっぱい操作のがあるんだけどね、聞く中ではね、オートマチックみたいで、前やれば前に行って、バックにするとバックに走るらしい。ただ、そんだけで走れるらしい。じゃあ、ちょっと始動してみましょう。かかんねえぜ。クラッチ踏まないとダメなのかな。これがね、アクセル。これがブレーキで、これがクラッチ。バックしまーす。おお。もうハンドル切って車みたいだね。クラッチペダルを踏んで、このじゃあ前、おお、もうちょっとアクセル、おお、ぐるっとやってみる。何よりもすごいのはね、左側のキャタがゆっくり回って右が速く回る、戦車みたいだね。じゃあ最高速、おお、結構難しい。危ねえ、危ねえって。これね、全くタイヤの自動車とは動きが違う。いや、おっかないなこれ。車庫入れ終了。これは難しいよ。でも面白いよね。どこでも走れるんだろうね。まあ戦車みたいな乗り物でした。はい、これはねオイル交換でお預かりです。じゃあ以上です。トラ君。